楽天ミニは楽天モバイルが2020年1月に発売した Android 搭載スマートフォンである。特徴は本体の小ささと軽さで販売元の楽天モバイルはフェリカチップ搭載のスマートフォンのうち世界最小最軽量級としている。製造は中国のチンのモバイル、輸入は同社社会社移行ジャパンが担当。楽天市会社の楽天モバイルが 移動体通信事業者として事業を開始するのに合わせて、同社独自の端末として発表されたスマートフォンである。2019年9月6日に行われた、無のとしての事業開始に関する発表会で、実機とともにデザインや仕様が発表されたが、発売日や価格は未定とされた。2020年1月23日に2019年10月から開始した。 無料サポータープログラムの全参加者を対象とした先行販売を楽天モバイルショップ6店舗限定で同日より開始すると発表された。スマートフォンとしての利便性を保ちつつ小型軽量化を行っている。日本において需要の高いお財布形態に対応するためフェリカチップを搭載する。また、防滴・防塵性能を備える。 小さな画面でも操作性を損なわないよう、ホーム画面では独自のユーザーインターフェースを採用している。将来的に利用者の通信事業者の変更に対する障壁を下げることを目的として、物理的な SIM カードの交換を必要とせず、携帯電話回線の契約情報等を含んだ通信プロファイルをインターネット経由で書き換えることのできる SM を 採用し、また、シムフリーとした。2019年9月の発表時は、ナイトブラックと、クリアホワイトの2種類の本体色が用意された。2020年1月の発売時には、楽天のイメージカラーである、クリムゾンレッドが4月に追加されることが発表された。発表時、対応周波数帯について、WCDMA バンド I、6、6、LTE バンド1、 3,18,19、26,28、TD、LTE バンド41と説明され、この仕様で販売が開始されていた。しかし、告知なく、対応周波数帯を変更していたことを、消費者からの多数の指摘を受け、2020年6月に、ウェブサイト上で公表した。変更は2度行われており、2度目の変更による、 製品の出荷は5月上旬に行われた。6月10日時点で市場に3種類の製品が混在しており、変更によって影響のある消費者に対して製品の交換対応を行うとした。変更の理由について、楽天モバイルはアメリカやヨーロッパでのローミングサービス改善のために仕様を変更して対応周波数帯を追加したものの、 対応可能な周波数帯の数に上限があったために一部の周波数帯を除去したと説明している。また、変更は4月上旬に楽天モバイル社内で決定されたという。この変更に楽天モバイルが用いている周波数帯は含まれていないため、楽天モバイルの利用者に影響はないと、楽天モバイルは説明しているが、楽天モバイル以外の事業者で端末を用いる際に、 消費者が不利益を被る可能性も指摘されている。これに対して総務省は12日変更後の端末について電波法に基づく工事設計認証に合致しない恐れがあるとして楽天モバイルに対して報告を求めた。同日楽天モバイルは変更後の端末について再度申請を行い同一の工事設計認証番号を取得したことをメディアに公表している。 楽天モバイルは26日、対応周波数の変更が行われたことと、認証番号が正しく表示されない端末があることについての説明をウェブサイトに掲載した。同日、総務省に報告を行い、7月10日に法令の遵守及び利用者利益の保護について文書による指導を受けた。また、7月2日に変更前の2種類の端末について、 販売終了したことを告知している。2018年にアメリカでパームから発売され、2019年4月から日本でも販売されているパームフォーンとは小さいスマートフォンという点で共通し、たびたび比較される。パームフォーンは楽天ミニよりも小さく軽い。楽天ミニはフェリーチェチップやより容量の大きいバッテリーを搭載する一方、 パームフォーンは別のスマートフォンの古機のように使える、機能を備えるなど異なった性格付けがなされている。また、その小ささから iPhone シリーズの中でも長らく人気を保っている iPhone SE が引き合いに出されることもある。ありがとうございます。